それではジューシーを作っていきたいと思います。ジューシーは豚だしを使った炊き込みご飯ですので、お米の方は洗って水気を切っておきます。おだしの方は豚だし、あるいは豚だしとかつおだしを合わせたものを使っていきます。中の具の方は豚の三枚肉丸ごと茹でた形で準備します。それからかまぼこ、干し椎茸、人参、ネギが具として入っていきます。味付けは塩とそれからお醤油、そして仕上げにラードを加えるということになります。それでは材料を切っていきます。まず5ミリ幅ぐらいで切っていきます。そして今度は火を変えて、あられ切りといって5ミリ角ぐらいに切ります。椎茸の方は石突きを取って5ミリぐらいの厚さで切っていきます。そして向きを変えて揃えて、また5ミリあられ切りに切っていきます。それではジューシーを炊いていきたいと思います。まず前もって水気を切ってあるお米をお釜の中に入れていきます。これは今冷たい豚だしになっています。熱いのですると芯が残ることがあるので、できるだけ熱は冷ましてから入れてください。そして塩とそれからお醤油を入れて味を全体に混ぜていきます。あと具を入れていきましょう。別に入れる順序とかっていうのはありませんので、中に入れていきます。表なだらかになるように軽くのして、この状態で炊飯器に入れてスイッチオンいたします。はい、ジューシーが炊き上がっています。熱いところですぐにラードと小口切りにしたネギを入れて、そして手早く全体を混ぜていきます。ジューシーは沖縄でよくお祝い事なんかに使われますけども、いろんな人の集まる時にジューシーっていうのはよく使われていますので、ご家庭でできるだけよく作るようにしていただきたいと思います。